今ご紹介いただきました令和3年度内閣官房実行委員長を務めます、総監庁浜地の斉藤監督です。実行委員会の代表いたしまして一言お挨拶申し上げます。本年1月5月1日に秋所搭載支店が金城専門に作りされ、令和元年お祝いの内閣官房祭になります。内閣官新勝様では天皇陛下の御所祝いをお祝いして5月1日から31日まで大隈湖をはじめとする各公式法要で緑体安穏と高度の情報も記念されました。本日より我々の2日間安全法学の総合に看護師で各立ち上がりに電子幕を掲げお祝いさせていただきます。内閣官どうやら300年の歴史を持つ改定で、古来より万人グラス、大和工場、京内安全、鉄道解散を避難してまいりました。本日も安全法律では各立ち上がりに安全避難の札を頂き、飛び不動のごとく守られながらそれより街を切り歩きます。令和の時代、人生100年時代を迎えようとする毎日、穏やかな世の中で心豊かに充実した生涯を送ることは万人の共通の願いであります。我々も穏やかな心のもと心身ともに清め生きていく力を頂戴し、令和元年度内閣官房祭が盛大に旅行され、元気な国際組織内閣から日本へ世界へと発信してまいります。3日間の安全とご参照いただきました皆様のご検証ご多幸を記念いたしまして三言で締めさせていただきます。皆様お手を拝借いたします。よー